作るから始めていただいて、それを嫌って思わずに楽しくやっていただきたいです。はい、こんにちは。今回元気の秘訣ということで、一緒にですねライブ配信をしながら動画を撮っていきますので、見てくださってる方はどんどんコメント入れていただいたり、何か質問があれば入れてもらいたいなと思ってます。そして皆さんが元気になった秘訣とか、元気になったらどんなことがメリットで動くのか、そういったところも教えてもらえたらすごく嬉しく思いますので、コメントといいねといろいろハートとかもたくさんください。はい、ということでですね、今日は白い壁にどこでもシートっていうホワイトボードみたいなものと、白い椅子に白い服でホワイトばっかりでやってきました。元気の秘訣、これはですね、ありがとうございます小坂さん。元気の秘訣ってどうやって作るかっていうと、なんで元気にならないといけないかですよね。そこが一番重要だと思ってて、元気になるってことは人を明るくさせることができる、笑顔が自分自身も出てくるし、多分見てくださってる中でもブスッと怒ってる人っていないと思ってます。みんな今ね15人ほど見ていただいてるんですが、元気な顔で見てくれてると思ってます。はい、ということで、私が元気になっていったっていう秘訣があるんですけども、それは自分を作ることでした。初めは作ること、はい、でこれ自分を作っていったんですけど、まず分かっていただきたいのは、元気って自分が元気だったらみんな元気になります。なのでそれを自分で作っていきます。でどうやって作ったかって言ったら、まず笑顔です。笑顔、口角上げるとか、おはようございますとか、大声で挨拶する、それすごく大事です。イエーイ、後藤さんありがとうございます。はい、見合ってます、ありがとうございます。いいねとかコメントたくさんください。でこの自分を作るっていうことだったんですけども、まずバスガイドを私はやってました。13年やってた中で、やっとこれに気がついたのが6年目ぐらいです。遅くないですか？なのでここまでって結構私はどちらかというとネガティブ思考でした。ネガティブな、まあ、ワードとか、あとは元気っていうのを与えるものとかって何も考えてなかったです。考えなかった、うん、でそこでここで気づいたのが、自分が大声を発したりとか、大声で挨拶したりとか、例えばせっかくのご旅行に来ていただいてるわけなので、旅行って皆さん楽しみで来てるわけじゃないですか。っていうことは、せっかくのこの2日間ですね、お天気がこれだけ晴れてるので、皆さん2日間楽しんでやっていきましょう、よろしくお願いします、みたいなことを伝えてました。でそれだけで自分のテンションも上がりますし、お客様も拍手しやすくなったりするんですね。でそれは私自身だけじゃなくって、やっぱり周りの人に育てられました。運転手さんに教えてもらったりしたんです。なんで拍手をもらえる場所、場をその提供するのかってなった時に、拍手もらえるのはちゃんとした元気も必要だと言ってくれました。はい、自分作り大事です、ありがとうございます。はい、はい、ゆうじさんありがとうございます。で結局そこからポジティブにも変わっていくんですよ。なんでかって、自分が元気を作ってるんで、ネガティブ発想をなくしていきます。なくした方が楽です。自分自身がストレスもたまらないし、こっちがあればストレスばっかりになってしまいます。で一つは人のせいにしてしまう。あの人が悪かったから私もすごい嫌だわって、ストレスばっかりだわって思ってしまってたら、もうネガティブでしかないんですよ。しんどくなっちゃいます。そうではなくって、ポジティブに捉えること、そして自分を作って元気を作る。で、ある時お客様から言われました。で、お客様が何を言ったかって言ったら、なんでまよちゃんはそんな元気なのって。で、それは多分70歳ぐらいの方です。よく一緒にご旅行行かせていただいてたお客様なんですけど、で、その時に私はちょっと失礼なことを伝えたかもしれないです。笑顔をなんで作ってるのとか、なんで元気なのって言われた時に言った一言は、私ねって、この仕事が楽しくて、この仕事の時だけ作ってるんですって言いました。作ってるでいいと思います、初めは。で、自分を作ってたんです。けどそれが1年後、この方と1年後会った時にですね、どう変わったかっていうと、なんで元気なのって言われた時に、私はこれ元気、あ、元気です元気ですみたいな、私はもうずっと元気なんですよっていう自分に変わってたんです。なので絶対に変われるんですね。でもう一つ大事なのは、習慣化となってます。
ちょっと皆さんコメントも笑顔作り大事ですよね。小坂さんありがとうございます。はい、いいねもたくさんいただけたらと思います。この習慣化っていうのがすごく大事になってくるんですね。それはさっき言ってた自分を作るでもいいですし、元気でもいいし、笑顔をずっと作っていく、これを3週間続けた時に普通になるんです。当たり前になります。で、今日ですね、私がね朝から読んでた本がこれなんですけども、すごい早起きっていうことで、このすごい早起きっていうのもやっぱり読んでて分かったんですけども、朝5時に起きるんですね、この人の本では。で、もう私も5時に設定していこうかなと思ってます。はい、でこれも習慣化です。当たり前かのように朝早起きをしてたら絶対に起きれるようになる。で、5時とかもう早すぎて嫌だって思う方いっぱいいると思うんですよ。で、私も初めはもう嫌だと思ってました。けどそれって私は逃げだと思ってるし、夜早く寝て朝早く起きたらいいんじゃないのって思うんですね。夜は頭が回らなくなるんですよ。なんで作業効率すごい悪いって言われるじゃないですか。受験勉強とかでも夜勉強するのも大事かもしれないんですが、朝にちゃんと起きて早起きしてそこでやるとなったら2時間朝勉強するじゃないですか。じゃあここの夜は4時間5時間ってかかるわけなんですね。それぐらい頭の吸収率がもう抜群に早い、朝は。はい、ってなってます。で、 ありがとう、あ、すごい小坂さん5時起きですか。いや素晴らしいです、ありがとうございます。はい、朝の5時に起きるということでですね、私はその習慣をするためにここで皆さんに発表しようと誓います。はい、5時に起きます。5時に絶対起きます、明日から。はい、ということで、まあ、元気の秘訣っていうことだったんですけど、まず皆さん作ってみてください。作るから始めていただいて、それを嫌って思わずに楽しくやっていただきたいです。考え方としては、私は最近もずっとやってるのは音声学習って言って、元気な人の声をずっと聞くようにしてます。そうじゃないと、やっぱりこっちに引っ張られてしまいます。日本人はネガティブ思考の人がもう8、9割です。っていうことは普通なんです。ネガティブな発想が出てくるっていうのは普通なんですけども、これをいかにポジティブに変えるかになってきますので、ポジティブに変えるために皆さん元気になって音声学習もしていただいたり、笑顔を作る練習をしていきましょう。ということで、今回は元気の秘訣っていうのをお伝えさせていただいたんですけども、いろんな情報をですね、塚本まゆがお届けをさせていただきますので、 LINE アットの登録とマイチャンネル登録っていうのをしておいてください。いろんな情報をお届けさせていただきます。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございます。